古事記の宇宙、またこの時間がやってまいりました、本日も第73世竹内のつくね、竹内睦弘先生とともにお送りをいたします。先生どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、竹内睦弘です。心臓に悪いからやめろというですね、あのコメントもありましてありがとうございます。どうも、心配してくださって、なんとかなるときにちゃんとね、あのバチンってやつでね、なんとか蘇生していきたいと思いますけどね。もうちょっとですよ、もうちょっと、はい、僕もうちょっとで50歳までなんとか持つんです。織田信長に勝つんですよ。そして12月17日は私の誕生日であり、その翌日が倉山先生の誕生日であり、はい、倉山光先生の誕生日であり、倉、はい、ちゃんの誕生日であり、はい、その次の日が、はい、私の誕生日、小野先生の誕生日、誕生日強化週間でございますんで、プレゼントはこちらまでどうぞお送りいただければと思いますね。こちらに、多分この放送が多分ね20日なんですけどね、おそらく終わってんぞお前みたいなこと言われちゃいますけどね。はい、はい、実はですね、こちらのですね、古事記の宇宙ですね、青林堂から発刊のものですが、四刷りということでございまして、皆様のご愛顧に応えまして本当にありがたく御礼を申し上げたいと思います。なお4月にはですね、この続刊になりますですね、古事記の古事記の邪馬台国というですね、コールが今あるかなと思ったらなかったんでね、古事記の邪馬台国というですね、本が出るということでございまして、古事記と邪馬台国にしないかとかですね、いろんな声があったわけですが、僕は一応強引に脳をつけてくれ、脳をつけてくれ、脳、はい、をつけてくれって言いました。はい、これはですね、脳、をつけないと売れないんです。はい、ジュブリ作品でも、もののけ姫とか千と千尋の神隠しとか、はい、風の谷のナウシカですね、脳って使うと、はい、どこなんとか戦記はゲド戦記とかありましたね。ありましたね。これこきましたね。ちょっとダメですよね。タヌキのなんとかとかありましたね。脳をつけないとダメなんですよ。はい、これは僕シャアザナブルの池田秀一さんに言われたんです。機動戦士ガンダムのシャア大佐の声優の池田秀一さんに、やっぱりね、脳をつけないとダメだっつって。そうですね。そしてシャアは自分が主役のガンダムなのに敵役のくせに主役になった、シャアのドラマはもちろん逆襲のシャアにしたんです。はい、もちろん受けました ね、 そうですね。ちなみに機動戦士ガンダムの、ジ・オリジンがですね、もうあとちょっとすると DVD になるかなって感じですけどね、11月映画になってましたけどね、4部作出てましたけどね、どうでもいい話ですね、すいませんちょっとね、ちなみに当時、まあいいや初代のガンダムで、ね、ララーの声をやっていたですね、ハンさんのですね、娘さんが実はG オリジンの方ではですね、声優さんで、出てらっしゃいますんでね、なんていうね話とかですね、いろいろあるんですけどもね、それはともあれということであります。そうですね、ガンダム話ありやないですか、ここ。いや、ガンダム話でも銀エーデンでもエヴァンゲリオンでも何でもありなんですけども、いや、池田さんが飼ってる猫の名前、セーラーですよ。おなかなかすごいですね。妹の名前をつけるなんてね。そうですね。シャアが、ケスラ大佐でございますね。それでですね、邪馬台国の話を前回お話ししてたり、神社の話を、させていただいたんですけども、せっかくなんでですね、もうすぐですね、まあ大晦日になり、まあお正月になりますので、前回予告をしておりました神社の参拝方法ですね。そうなんですよね。こちらを教えていただければと思います。はい。まず神社の参拝というと、よく間違いやすいものっていうのはいろいろありますよね。まず絶対に、もう鳥居に入るときに必ず一礼してください。はい、これはもう基本です。それで参道をど真ん中歩く方っていますね。参道はダメです。参道のど真ん中は神様の通り道ですからな、そこね。聖中と言いますが、聖中を取ってはいけませんので、横を取ってください。もう真ん中通るのはですね、それこそ織田信長とかね、ああいう方々だけですからね。いや、信長は通りません。そうですね、あの人神主ですから。そうですね、もともと神主の一族ですから、隠蔽師ですから、もう本当にね、こうで、それこそ手水屋ですか、行って手水というかね、神蔵するときに、まずこう秘釈がありますね、と手に取り、左手で右手で左につけて、でこの口ゆすぐんじゃないんです、これ実は軽く、触れるだけ結構です。頼むから飲まないでくれ。あ、そうですね。で、こうしてですね、最後に柄杓をやって絵に水をかけて、汚れを取って、毛穴を取って、そこからいよいよ参拝が始まります。できればその時はですね、ちゃんと、ハンカチかなんか肩かなんかに置いとかないとですね、あれないとかですね、大変なことになりますんでね。まあ
そして、はい、拝殿に行きます。はい、あのずっとこう、まあ、参道またこう、ね、端っこ歩いて、で、まあ、あのこうね、こうじゃらじゃらじゃらってありますけども、あそこのところに行きますけども、その時にあのお賽銭の出し方とかですね。あ、これはですね、はい、賽銭は本当は出さなくてもいいんですよ。はい、ですが、はい、神社側としては出していただきたい。できればあの四角でですね、お札で出していただけると最高ですね。最高ですね。それはともあれですけども、まあ、あの普通はね、こう二礼二拍手一杯とかということ で、ね、ですね、まず二礼、はい、立っても大丈夫なのかな、はい、どうぞ、はい、これから普通切り出して、普通のパターンは二礼です。はい、二礼をして二拍手です、はい、でその時普通の人はこうやります、はい、でまあいっぱいするんですが、はい、ちょっとカッコつけたいという場合は、はい、神主は二礼の時はこうやってます。はい、ここ尺とかあるといいですね、本当はね。で拍手の時にちょっとずらすんです。そうですね、それがかっこいいんです。はい、いい音しますからね、これね。全然音違いますからこれ、そして、はい、深く頭を下げます、はい、そして去っていきます。はい、で一般の方はですね、あの自分が何者かを名乗った方がいいですね、これね。心の中で、はい、あの住所と氏名を名乗ってください。心の中で、はい、あの自分であの口に出して言わなくても結構ですんでね。あ、口が出したら変な人と思いますから、やめてくださいね。じゃないとあの神様がですね、あんたどこの誰っていうことと、あとお願い事される方もね、あのなんとなくだと、あれかなっていう感じでね、神様もちょっとあのなんか悩みますかね、なんなんだろうな、多分宝くじ当ててくれたと思うんだけど、なんか違ったらごめんねみたいなね、あれ私受験の合格だったんだけどみたいなね、あれなんで宝くじ当たったんだろうとかね、まあ、いろいろありますんでね、一応あのちゃんとお願い事軽くあの、ね、頭の中でも考えていただけるとありがたいかなというところですよね。そうですね、はい、でお帰りになる時もですね、あの真ん中ではなくて、まあ、場所によってはね、あの真ん中が参道でこうやって作られているところもありますけども、それはあの 別話ですからね。大体お寺さんなんかだと真ん中でこうね、あの通路立ちされますけども、お寺さん真ん中ですからね、とにかくお寺の真ん中が怖いよ、階段が真ん中にあって、ずっとその階段通らないと、なんか上に登った時は下達しちゃったよ、はい、悟り開けますね、はい、お寺さんいろんなところでね、いろんなことありますんでね。お寺さんはいろいろありますから、あのもちろんあの初詣はもちろんお寺さんに行くこともあると思いますが、はい、まあねえ、山梨県で二の部山の人は地獄を見ると思いますよ、あのど真ん中。そうですね、もう気が遠くなった、あれは修行ですね、あそこ、ね、あれ修行ですよ、あれ修行ですよ。さすが日蓮宗と思いますよね。あれ修行ですよ。日蓮は絶対古神道だったと思う。三角信仰だもん。三角信仰だもん。あれ三角信仰ですよ。あんなの上がったらもう30分ぐらい何も考えられないぐらいあるもん。あの空いてる時にぜひ行ってください。なかなかあのなかなか中の方もね、なかなか素晴らしかったりしますんでね。あれ確かあれですね、あの確か中のいろいろなこう上の方の本殿の近くとかですね、あの整備した、確か金剛組か何かがやってくださったみたいで、金剛組ですね、我が国というか世界最古の株式会社金剛組、金剛組ですね、はい、四天王寺作ってたところですか、はい、今確か大成線建設かなんかの子会社さんかなんかだと、いや一回潰れそうになったんですよ、ね、潰れそうになったんですよ、そうそう、確かなんかの大成線さんが助けたというですね、でもあの世界最高ですね、いわゆるその、まあいろんなですね、物資じゃないですけどね、皆さんこうね、できる方々がいらっしゃるという、まあそれがあるので、ぜひあの暇な時にですね、暇な時ってあのお寺が暇な時ですね、行っていただいてですね、で帰りにまあ温泉とか入って帰られるといいという、まあそういうあのどこですかね、一応今日は身の部山はね、身の部山はそうですね、もう温泉を取っといた方がいいですよ、そうですね、あのね、日帰りでね、登ってね、日帰りなんかできないから、近くの信玄の隠し湯とか、そう、あの民宿とか結構ありますんでね、いっぱいありますから、ホテルで十分です、僕はもう駅から1分のホテルにしました。一泊お考えだとか、いや考えといた方がいいと思いますよ、もう動けなくなりますから。秋口に行っていただいてですね、身延山行って、でその帰りにですね、勝沼とかでブドウ狩りかなんかしてとか、あるいはワイン飲んで帰って、ね、次の日ね、次の日ね、はい、そうそうそう、当日はね、もう何も無理、温泉のみ、はい、当日は無理、
まあまあ、そういうところだと思って行かれるとよろしいですかね。あと、まあ、あの南に降りていって、であの東照宮とか ありますから、そっちの方に行かれて、あの、ね、あの駿河湾の方で行かれてもよろしいかと思いますので、うん、まあ、旅に行かれてということですけど ですね、はい、まあ、完全に修行ですから、まず上がるのは。本当修行ですか、そこで。本当死んだよ、この間。で、まあ、参拝の方法としてはそれで行くと。で、基本的にはあの、本当は、伊勢神宮には8拍手もありますし、宇佐神宮も4拍手あるんですが、です、ね、はい、これは普段の人はしないってことになってますので、うん、2礼2拍手で行ってください、うん、で、この8拍手には秘密がありますし、うん、4拍手も秘密があるんです。あ、このあの出雲が確か2礼4拍手1礼だったんですけど、要するに、うん、その例えば宇佐の場合は一番典型的なんですが、はい、4拍手はあるんですが、はい、神様は三柱、三柱しか祀られてないんです、はい、ってことはもう一人隠された神様がいるんですよ、うん、誰を隠してるのかということなんです、うん、まあ、大体知ってますが、うん、伊勢神宮も八柱だから、うん、八柱いるわけです、うん、二柱に下にいるのは、うん、内宮下宮で二柱なんです、もともとですから、うん、要するに白柱の博士は神様を下ろすためですから、うん、神主の場合はね、うん、神を下ろす時「おー」とかね、叫びますけど、うん、はい、普通の人は博士で下ろせるということになってます、はい、うん、あの意外と優しいですよね、はい、そうですね、神様。あのちなみにですけどもね、あのこうお神社さんとかに行かれてお願い事をよくされる方ね、あの次の有馬記念に当たりますようにとか、ね、いろんなこと言われる方いると思いますけども、あの時にですね、あのお礼をおっしゃっていただくとですね、あの当社し3割増しでですね、ちょっとお願い事聞いてやろうかなみたいなことになるらしいんですよね。ですので、あのできるならあのいつもお世話になってます、ありがとうございますと言っていただくと、おこいつちょっと違うなと思ってくださるようでございますんでね、あのぜひ試していただければと思います。で最後に、神社から出るときに、はい、最後忘れていけないのはやはり鳥居の時で拝礼をしてから帰るということが基本です、はいはい、そうするときっと願いが叶うかどうか分かりませんが、うん、こちらの願いが強ければ、うん、そして神様を、うん、こちら信者が神様を高めるぐらいの勢いです、はい、そして神様もさらに社格が強くなり、うん、神社のためにしてくださるという、うん、結構神社って原生霊薬なんですよ、はい、あの内宮とかに行かれてですね、あの伊勢に行かれた時にですね、まあ、あのお神楽をですね、あの待っていただくと、あれ結構効きますね。そうですか、はい、100万ぐらいどんどん出してですね、お神楽待っていただいて、そうするとあの中の方までずっと案内してくれますからね、うん、はい、そうですね本当に原生霊気ですからね、はい、あの悪い意味じゃないですよ、もちろんね、あの例えば自分でですね会社を起こして儲かったっていうんだったら、あの皆さんのおかげですから、ぜひお神楽待っていただいたりとかですね、していただけるとよろしいですかね、はい、そんな感じで、はい、神社についてちょっと、正月の初詣等を含めて参拝方法を語らせていただきましたね。あのまた来週いろいろとお伺いできればと思います、はい、それでは先生どうもありがとうございました。